ートレース下関第9レースの準優勝戦開始です。対戦メンバー1号艇高田光、2号艇中谷智子、3号艇金田由紀子、4号艇高橋敦美、5号艇宇野弥生、6号艇藤崎さより、以上6名です。1、2、3、4、5、6、枠なり動きはなく作戦待機行動。人気は1号艇高田光、相手に2号艇中谷智子、この2人注目です。1コース1号艇高田光、着取りはとにかく警戒、さあ船足的にもいいという中で高田押し切りなるか。そしてさばきは格上の存在ではありますが、2号艇中谷智子、2コース3コース3号艇金田由紀子、4コース4号艇高橋敦美、5コース5号艇宇野弥生、大外6コース6号艇藤崎さより、枠なり3対3、人気1号艇高田、相手2号艇中谷、そして3番手も3号艇金田とスロースイキの3人が注目を集めるカードは第9レース上司の準優勝戦。進入インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしていきました。1コース1号艇高田トップスタートを決めています。逆にスリット劣勢は2コース2号艇中谷ですが、1号艇の高田が逃げる、外行く3号艇の金田、後から5番2番4番6番と旋回。1号艇高田逃げて2番手は3号艇金田、3番手は立て直して2号艇中谷と5号艇宇野の争い、後方6番4番スタートは前提正常でした。1号艇高田逃げて2番手は3号艇金田、3番手争いからは2号艇中谷が抜け出てくるか、内は6号艇の藤崎、外5号艇の最後方4号艇高橋ですが、抜け出すまでは至っておりませんが、優勢に2号艇中谷3番手、あとは5番6番追いかけています。2周1マーク1号艇高田トップ、2番手3号艇金田、3番手2号艇中谷に対して5号艇宇野が相当襲います。さあ3番手2号艇中谷かろうじて残して1レーシンのリード、金さんの4番手に5号艇宇野、5番手6号艇藤崎、最後方4号艇高橋、1、3、2、2周2マーク1号艇高田がトップです。2番手3号艇金田、3番手が2号艇の中谷、また5号艇宇野が外を襲いますが、3番手キーパー2号艇中谷、1、3、2、最終周回です。1号艇高田きっちりスリット先制しての押し切り、2番手3号艇金田、3番手2号艇の中谷、1、3、2、最終1マーク1号艇高田トップ、2番手3号艇金田、3番手は2号艇中谷の1、3、2、最後の向こう上面。2連単1、3は 6.5倍、3連単1、3、2、12.7倍を示しております。1号艇高田トップで最終ターンマーク、2番手3号艇金田、3番手が2号艇中谷の1、3、2、1番3番2番、1、3、2、第9レースの準優勝戦。1着1番高田ゴールイン、2着3番金田ゴールイン、3着2番中谷ゴールイン、あとは5番6番ラストで4番ゴールイン。